し、桜吹雪の準備はいいか？うん、バッチリ。こっちもバッチリチリ。桜いっぱい咲かせるよ。みんなありがとう。そのカゴすごく大きいけど、ちゃんと紐を引いて揺らせそう？任せてよ。それにしてもずいぶん大きな雪かごだね。ああ、司くんが桜吹雪を所望したから張り切って作ってみたんだよ。そうだったんだね。この季節にぴったりの演出だね。いっぱい咲かせるぞ。さあ頼むぞ。桜吹雪はタイミングが命。よし、それでは行くぞ。見るがいい。春の王の力を。行くよ。それ。ひなひなひな。これはすごいね。まるで本物の桜みたいだ。すっごい。可愛くて綺麗でスペシャルワンダフルだね。うん、期待通りの絵だね。でもあと少し花びらの落ち方が美しくなるといいんだけど。そうかい、十分綺麗だと思うけど。そう言ってもらえるとありがたいな。ただ、今一つリアリティが出なくてね。あのふわっと浮くような薄さと、艶やかな色合いが出せるといいんだけれど。ふわっと、つやつや？ああ、ただ舞い落ちるだけじゃなくて、春の風と春の日の光を受けながらひらひらと落ちると、もっと素敵になると思うんだ。本物じゃないんだから、そこは仕方ないんじゃない？あ、それなら本物の桜の木に来てもらうのはどうかしら。こう、猫で歩いてもらうのよ。桜の木に来てもらう？はは、メイコのアイデアはいつもダイナミックだな。でも、いいアイデアだと思うな。桜の木の下でグーグー眺めたら、きっととても素敵よね。うんうん、すっごくいい夢が見れそうだね。そういう問題。本物の桜の木か。ここで見たことはないけれど。桜は見たことないけど、お花さんだったらいっぱいいるよ。そういえば、世界に花がないわけではないんだな。そんなのダメだよ。うん、さすがにちょっと気持ちだけ受け取っておくね。桜がないなら、私たちの世界から持ってきちゃえばいいんだよ。え？桜を？うん、うちの庭にすっごく大きい桜の木があるんだ。その花びらを拾って持ってきたらどうかな。よかった、桜の木一本丸ごと持ってくるとか言い出すのかと。俺もだ。 M にしては現実的な提案だったな。よし、ではあっちの世界から花びらを集めてくることにしよう。やった、すっごく楽しみだよ。みんなでワクワクソワソワワンダフルだね。
では、俺たちは早速桜の花びらを集めに行くとするか。本当にみんな、いつもいろんなものを、この世界に持ってきてくれるな。ミクやレンたち、それに僕も、みんなのおかげで、いつも楽しくショーができてる。みんなのために僕も、何かお返しができればな。みんなだったら、ショーにまつわるものを喜んでくれそうだけど、ああ、今度のショーに、桜の花びらが必要だと言っていたし、こちらの世界に桜がないか探してみようかな。今まで見たことはないけど、探してみたら見つかるかもしれないしね。あるとしたらこの森の近くかなと思ったけれど、これすっごく綺麗だね。おや、ぬいぐるみたちが輪になって。こんにちは。みんな、どうしたんだい？あー、見つかっちゃった。え？残念って、何がだい？あのね、私たち、綺麗なもの見つけたの。そういうことだったんだね。大丈夫だよ。僕はもう十分嬉しいから。本当？ああ、本当だよ。なんなら、ミクたちにはまだ気づかれていないから、一緒に私に行くのもいいかもね。うん、私に行こう。そういえば、その綺麗なものってなんだい？僕も見てみてもいいかな？うん、あげるから手を出して。はい、これでいいかな。じゃーん。これは